米国が歴史上外国から受け取ったギフトの中でニューヨークの自由の女神と並んで最も重要なものと持ち上げられた首都ワシントンの桜である1912年当時の東京市から友好の印に贈られた苗木が根付いた岸田文雄首相は訪米に合わせて新たに計250本を贈ると決め 現地で贈呈式に臨んだ。冒頭の表は国務副長官の謝辞の一節であるこの時期に開かれる全米桜まつりが一大観光イベントになっているとはいえ外交事例を多分に含んだ表現と捉えるのが賢明だろう友好の桜が最初に贈られたのは1909年だだが これはほどなく焼却された経緯はナショナルジオグラフィック4月号に詳しい農務省の専門家が何本かに菌類による伝染病の症状を発見国内に定着している種類の菌かどうかは限られた時間では断定できないと報告したこの段階で当時のタフト大統領は 処分を許可したという日本側に書簡を送り配慮した上でのことだが自国の最下になりうる案件に毅然と対処した形である日本の首脳に求められる姿勢も同じだ強大な同盟国との見続きを強調するのはいいが追従一辺倒とならぬよう